前髪の景観は、はい、具体的にこう透けてるというか透け感というんですか、はい、おでこがこう少し見えているような感じになっていると思うんですけど、はい、その透け感というのはさっきおっしゃったように夏っぽいというか少し軽やかな印象にするためにはよくそのスタイリング上使われる感じのことですか。はい、使いますね。特にやっぱり髪の色が暗い場合はそれをよく使ったりするのと、はい、流行の傾向でもあるので、やっぱり今はそういったところで使ったりします。ただ毛先の方向性をこうランダムにするのか同じ方向にするのかっていうのでも雰囲気は変わってくるので、はい、一つ目のスタイルの時は初めいろんな方向で作ってみたんですけど、ちょっとイメージと違うなと思ったので、うん、同じ方向にして流すような感じにしたスタイルになりましたね。また顔も輪郭に合ったシルエットっていうんですけど、おっしゃったんですけど、はい、具体的に顔の輪郭に合ったシルエットっていうのをどこでどういうふうに判断されるんですか。一番分かりやすくすると言うと、ここの顎の延長線上からシュッと行くような形っていうのが、そうですね、はい、ここからの自然な流れで作っていくっていうのが一番輪郭に沿った髪型なので、そこにすると一番フィットするんですかね。だからあえてフィットさせないようにする髪型もあるんですけれども、マッシュとかもそうですけど、やっぱり女性は小顔に見せたいとか、すっきりした印象に見せたいとか、ショートでも首が細く見えたいとか、やっぱりそういうのもあるので、いかになんていうんですかね、こう引っかかりがないようにすることの方が重要視してるかなって感じですかね。一番初めの時はさっき同一方向にいろいろ方向は遊ばずに同一方向にされたって感じでしたけど、はい、あとはこうボリューム感といいますか、少しこう同一方向のスタイルでも少しこうちょっと遊びがあって、はい、ベタッとした髪の毛の時より全然こうふわっと柔らかい感じになっていたと思うんですけど、うん、そういうのは具体的にどういうふうにしていくものなんですか。目的といいますか、そうですね、正面から見た時は、はい、そこまでこう毛流れがすごい出てるようには感じないんですけど、はいはい、やっぱ横を向いた時とかにまっすぐな髪の中に流れるような感じにすることで毛流れと柔らかさが出てくるんですね。スタイリングされてる時って後ろからも出てらっしゃいますよね、基本的に、はい、そういう時もどういう目線になるんですか。真上から見てる全体にこういう形になってるのか、後ろは後ろ、サイドはサイド、前は前っていうイメージでやられ別々でやられてるのか、トータルとしてこう上から丸いものを見てる感覚なのか。感覚で言うと丸く見るような感じですね。やっぱりこう上から見てっていう感じではありますね。なのでモデルさんにも、まあ真正面にいたら、僕が動くかモデルさんに顔を振ってもらうかなので、はい、ちょっと右見てください、はい、左見てくださいっていう形で、はい、あんまりこう写真撮られる時って入れないじゃないですか、はい、こういう風な髪の毛がもう揺れて前髪が邪魔になったりしたら、もちろんシャッターの間に入るんですけど、なるべくそれを邪魔しないでモデルさんの気持ちをちゃんと高ぶらせて、カメラマンさんが指示を出してくれているので、その邪魔にならないように360度どこから見ても髪型が決まるようにするっていうのを心がけています。そう、何パターンか撮ってるのに髪の毛をふわっとしてた髪の毛が少しこうボリュームが下がってきたり、はい、動いている間にずれてきたりするじゃないですか、はい、そういうのもまた直す、そのカットごとに直すときには360度でこう考えられて修正していくような感じですか。その時も映る向きによって変えていく。そうですね、横を向いて撮るのがメインになった時は、横を向い
った時を中心になるので、まあ、そこから180度なりもうちょっとぐまでっていう感じではあるので、360度ではないんですけど、とただ反対側の髪の毛が邪魔になりそうだとか、まあ、ショートだってあんまりないんですけど、やっぱりこっちを向いた時にここのこう浮遊感が邪魔になった時はどけたりはするんで、そういう時は見て入ったりはします。ちょっと分かりにくいかもしれないです。それはもうモデルさんがこっちを向いていて撮影されている際にこうチェックをしながら、そうですね、まあ、今回は撮ってもらっている形なんですけど、まあ、自分で撮る時は手の届くところであるんでやりやすいんですけど、やっぱり撮ってもらう時は一回自分の作品をこう手放す感じになるんで、そこはそんなにあ違うなって思ってももうどちらかというとその流れは切らないような感じにはしてます。よっぽど佐藤くんに入った方がいいって言われる前に入るとか、そうだねここだねとかっていう風な話後でしたりとかするんで、それがない時、やたらめったら入っても押したりもしますから、はい。